これより会議を開きます。日程第一、緊急質問の件、野村哲郎君、浜田雅義君、広野正君、川田隆平君、井上聡君、福島瑞穂君、高田邦子君から、それぞれ内閣総理大臣問責決議等に関する緊急質問が提出されております。これらの緊急質問を行うことに、賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって、これらの緊急質問を行うことに決しました。順次発言を許します。野村哲郎君。自由民主党の野村哲郎でございます。私は自由民主党立ち上がれ日本無所属の会を代表して、野田総理に緊急質問を行います。我々参議院は去る8月29日野田総理への問責決議を全野党が一致して可決いたしました。総理は一昨日、我々の問責決議について深く肝に銘じると答弁されました。肝に銘じるとは、公示輪を見ると心に深く刻みつけるように記憶して忘れないとあります。しかし我々の目には全く心に刻んでいただいたようには見えません。総理、我々の問責決議を肝に銘じるとはどのような意味で答弁されたのかお聞かせください。総理はご自身のブログで、参議院では所信表明演説が行われないという憲政史上初めての異例の事態と書かれています。まさにおっしゃる通りであります。しかしそれは総理ご自身の責任だということの自覚はないのでしょうか。問責を受けた総理が所信を聞くよう求めている、そのことが異常な事態なのであります。これまで問責決議を受けた福田総理も麻生総理もそのまま次の国会を迎えることはありませんでした。さらに民主党の仙谷副代表は代表質問で、我々の問責決議を参議院にとって自らの地位を貶めることになると言われたそうであります。内閣が職責を果たしていれば、簡単には殿下の宝刀は抜きません。我々旧会派は問責に値する内閣だと確信したからであります。決して横暴ではなく、我々は本来の参議院としての責務を果たしているにすぎません。人に話を聞くという前に、まずは総理が我々の話を聞くべきです。我々はあなたを問責したのです。まずはそれを受け入れてください。それをせずに俺の話を聞け、所信を聞けというのは傲岸不遜です。あなたは恥という言葉を知らないんですか。直近の民意を反映している参議院の議決を無視することは、国民を無視することに他なりません。問責決議を肝に銘じるならば、総辞職か解散か、二者択一しかありません。どちらを選ぶのかお答えください。お答えがない限り、我々が総理を受け入れることはありません。我々自由民主党は、総理の問責決議への賛成討論で、大きく二つ問責に賛成する理由を挙げました。一つは、野田総理及び民主党政権に国家運営能力がない。もう一つは、野田総理及び民主党が約束を守らないことであります。国家運営能力がないことの一つの例が、尖閣諸島の国有化をめぐる混乱です。総理は9月11日に国有化を閣議決定し、地権者と契約を結びました。
APEC で中国の胡錦涛国家主席と会談したわずか2日後です。しかも劉少奇事件の記念日の直前でありました。このような最悪のタイミングで国有化を行い、案の定激しい反日デモを引き起こしてしまったのであります。その後も中国の政府公船が常習的に領海侵犯を行っていますが、それに対して総理は何の手も打てずにいます。これが国家運営能力の欠如でなくして何でありましょうか。総理には国家戦略も外交能力も欠けている証です。もしそうでないというのなら、一体どのような国家戦略があってあのタイミングで国有化を決定したのか、なぜその後の中国公船の度重なる領海侵犯を放置しているのか、国民が納得するように理由をお聞かせください。もう一点の約束を守らないことについても、問責決議の後状況はさらに悪化しています。近いうちに解散するというのは我が党の谷垣前総裁との約束であるはずであります。党首同士の約束の重さを総理はどのように受け止めているのですか。呆れたことに最近では総理が来年度の予算編成まで始めるという話もあります。まさか近いうちに解散すると言いながら来年度の予算編成をすることはありませんよね。しないとこの場でしっかりと約束してください。また我々は野田総理が11月18日からの東アジアサミットで唐突に TPP 交渉への参加表明を行うことはないか大変懸念しております。明日への責任を取れない野田総理に新たな政策を決める資格は一切ありません。我が党の安倍総裁の代表質問でも伺いましたが、ここで重ねてお伺いいたします。総理、まさか TPP 交渉への参加表明をすることはないでしょうね。明確にイエスかノーかでお答えください。総理は国民との約束を守っていません。国民との約束であったはずのマニフェストは、民主党の自己評価でさえ実現したのはわずか3割です。これでは国民を騙したと言われても仕方がありません。さらに野田内閣には約束どころか最低限のルールも守れない閣僚が続出しています。先日は暴力団と交際し、外国人から献金をもらい、国会を欠席し、閣議も欠席したと田中法務大臣が辞任いたしました。国会から出席を求められて出席しなかったのは、明らかに憲法63条違反ではありませんか。総理の見解をお聞かせください。また総理は、閣僚が憲法違反を犯したことについて、辞めればそれで済むとお考えでしょうか。総理の任命責任をどうお考えかお聞かせください。さらに現職の閣僚でも、前原国家戦略担当大臣が、実態のない事務所経費を計上していると指摘されております。この問題についても、総理のご認識を伺います。総理が我々の問責決議を無視し、権力の座にしがみついているために、重要法案の審議も進んでいません。特に特例公債法案が成立しないことによって、国民生活に重大な支障が出る恐れがあります。国からの資金を止められた地方自治体からは、すでに悲鳴が上がっております。こうした状況は、総理はあろうことか、審議に協力しない野党が悪いとばかりに、我々に責任転嫁しようとしております。繰り返しますが、すべて問責決議を無視する総理の責任です。自民党政権時代には、特例公債法案を予算と同時に成立させることが当たり前でありました。歴代総理が大変な苦労されて、野党側と丁寧に協議して成立させてきたのであります。民主党政権になって、その常識は通用しなくなりましたが、昨年のあの菅総理でさえ、総理の座と引き換えに身を挺して、8月中に成立させました。それに比べて、なぜ野田総理はここまで平然と引き延ばせるのでしょうか。総理はこれまで、法案を通さない野党が悪いというばかりで、自らは何の努力もしていないでありませんか。もし反論があれば、お聞かせください。衆議院の一票の格差是正についても同様であります。最高裁から違憲状態という判決を受けているのですから、まずは格差是正を最優先で行うべきです。民主党が違憲がまとまらないことを見越して、定数削減を持ち出しているのです。それを理由に一票の格差是正を遅らせているのは、立法府の不作為に他なりません。
我が党はゼロ増5減法案を提出しています。速やかに成立させるべきだと考えます。なぜ民主党は抵抗するのかお聞かせください。最後になりますが、私の地元、鹿児島県の薩摩藩時代の合衆教育という伝統的な教育方法があります。地域の縦割り社会の中で武士の子供を教育するのです。そこでは子供たちに負けるな、嘘を言うな、弱い者をいじめるな、という三つの教えがあります。負けるな、これは自分に負けないことであります。総理のように離党者が出るのを恐れ、決められない政治を続けるのは恥ずべきことなのであります。嘘を言うな、総理のように国民の皆さんに対して嘘を言い、野党に対して嘘を言うことは恥ずべきことなのであります。弱い者をいじめるな、総理のように福島をはじめ被災地の皆様に対し、いつまでも苦労を強いるのは恥ずべきことなのであります。総理には、問責決議とともに、この負けるな、嘘を言うな、弱い者をいじめるな、という言葉を深く肝に銘じて、国民のために清く身を引くことを強く求め、質問を終わります。内閣総理大臣、野田佳彦君。自民党野村議員のご質問にお答えをしてまいります。まず最初に、参議院問責決議についてのお尋ねがございました。参議院において、問責決議が可決されたことにつきましては、深く肝に銘じ、重く受け止めております。反省すべきはしっかりと反省し、国政の諸課題に取り組んでまいりますので、参議院におけるご審議をお願いを申し上げます。平田参議院議長に表明した私の気持ちは、真摯に心から申し上げたものであります。まさに一員の医師として問責を受けましたことを深く肝に銘じ、重く受け止め反省をしております。今後はこのような問責をいただかないように誠心誠意職務に努めてまいる所存です。本日は緊急質問という形でご審議をいただき、この演壇に立たせていただいておりますが、引き続き喫緊の課題につきましてご審議を賜りたいと存じます。なお解散につきましては、10月19日の三党党首会談において、近いうちに国民の信を問うと申し上げた意味は大きい。自分も責任を重く受け止めており、それを踏まえて環境整備をした上で判断をしたい。そこは自分を信じてほしいというお話をさせていただきました。これは特定の時期を明示しない中でのギリギリの言及だと思っております。そして環境整備の中でも、とりわけ急がなければいけないテーマとして、特例公債法案、一票の格差、定数削減の問題、社会保障国民会議のことを挙げさせていただいております。時が来ればきちっと自分で判断をしていきたいと考えております。総辞職につきましては、内閣総理大臣としての責任を放棄するものであると考えております。次に、国による尖閣諸島の購入と領海警備についてのお尋ねがございました。尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いがなく、現に我が国はこれを有効に支配をしています。したがって、尖閣諸島をめぐる解決すべき領有権の問題はそもそも存在しません。尖閣諸島のうち、魚釣島、北小島、及び南小島については、かねてから政府が斟酌していたところでありますが、今般、所有者が売却する意向を示したことを受け、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持管理を図る観点から、速やかにこれらの島々の所有権を取得することとしたものであります。また、尖閣諸島周辺海域では監視警戒を
厳正かつ的確に実施してきており、中国公船が領海に侵入した場合には、海上保安庁巡視船による退去要求を行い、領海外へ退去させているところであります。同時に中国側に対しては、外交ルートを通じて厳重に抗議しており、中国公船の領海侵犯を放置しているとのご指摘は当たりません。次に、予算編成と解散についてのお尋ねがございました。党首会談の重み、自分の発言の重さを重々承知しており、近いうちに国民の信を問うと申し上げたことについては、一日も忘れてはおりません。19日の先の三党党首会談におきましても、それを踏まえて環境整備をした上で判断をしたいと申し上げております。予算編成については、内閣の責任として、年間のそれぞれの時期に必要な手順と準備を進めることが必要であり、これは過去のどの政権内閣においても同じであります。公債特例法の一日も早い成立、間断のない経済対策の実施、着実な予算編成準備は政局とは別にして、どの政権いずれの内閣においてもその責任を果たす上で必要なことと考えております。次に、TPP への参加表明についてのお尋ねがございました。FTAPの実現は、すでに内外で共有された目標であり、政府としては高いレベルの経済連携を引き続き推進し、貿易投資に関する新たなルール作りを主導する方針であります。このため、国益の確保を大前提として、守るべきものは守りながら、TPP と日中韓 FTA、東アジア地域包括的経済連携、RCEP を同時並行的に推進をいたします。我が国の TPP 交渉への参加については、我が国国内における議論や関係国との協議が煮詰まっていく段階で判断していきたいと考えております。政府としては、特定の時期に TPP 交渉参加を正式決定する方針を固めたという事実はありません。次に、田中大臣の国会出席と閣僚の任命、および国家戦略担当大臣に関するお尋ねがございました。田中大臣の国会出席については、同日、質疑通告のあった時間帯に重要な公務が予定されており、出席できない旨、理事会にお伝えをしていたところであり、法務大臣において正当な理由がある場合として認識したものと理解をしています。今回の内閣改造における閣僚任命と、その任命に至るプロセスについては人事でありますので、さまざまな総合的な検討と判断の結果であると申し上げます。任命した閣僚が職務を全うできなかったことについては、任命権者としての責任を自覚しつつ、後任の閣僚を含め、内閣全体としてその職責を果たしてまいりたいと考えております。また、お尋ねの前原大臣の件につきましては、政治家個人の政治資金に関わる問題であり、必要な説明責任につきましては、ご本人が果たされているものと理解をしています。次に、特例公債法案についてのお尋ねがございました。特例公債法案については、ねじれ国会の下で、私自身、これまでも御党をはじめとする野党の皆様方のご理解をいただくよう、先の通常国会での三党合意を踏まえ、御党のご主張を取り入れる形で、年金特例公債に係る法案修正を行い、また、先般の党首会談では、予算と一体となって、特例公債法案を処理するルール作りを提案するなど、さまざまな努力を行ってまいりました。本法案を一刻も早く成立させるため、引き続き全力を挙げて取り組んでまいりますが、与野党間でも、胸襟を開いて議論を進め、解決策を見出していくことが不可欠であり、御党のご協力をお願いをいたします。最後に、一票の格差是正についてのお尋ねがございました。選挙制度に関しては、国会において各党各会派で議論し、成案を得るべき事項ではありますが、違憲、違法の状態にある一票の格差是正は喫緊の課題であります。また一方、議員政治家の身を切るという意味で、定数削減に関しては、意見がまとまらないことを見越してではなく、国民の強い要請に応えなければならないものと認識をしております。この
2つの課題のいずれもが先の国会で成案を得ることができなかったことは誠に残念であり、2つの課題はできれば同時に結論を得るべきと考えております。今臨時国会において法改正が実現することを強く期待をしています。浜田雅義君。公明党の浜田雅義でございます。私は公明党代表し、党員で可決した内閣総理大臣申し決議等に関する緊急質問を行います。27年ぶりにこういう形で緊急質問が実現できたことに対し、ご提案いただいた新党改革荒井博之幹事長をはじめ関係議員の皆様に冒頭感謝の意を表します。全国会で我が党が自由民主党と共同提出した申し決議案の理由に示している通り、東日本大震災からの復興の遅れ、原発事故対応に象徴される危機管理能力の欠如、外交安全保障政策の迷走、マニフェスト総崩れなど、野田内閣に政権担当能力が著しく欠如していることは明らかです。このような野田内閣民主党に、これ以上政権を担当させることは、国民生活にさらなる劣化をもたらすことを多くの国民も認めています。結果的に公明党は、本会議に上提された申し決議案の提案理由に納得できない点があり、その採決には参加しませんでしたが、野田内閣が問責に値するという認識は、すべての野党会派と共有していることをまず申し上げて質問に入ります。総理、あなたは国権の最高機関である国会の一員、参議院から問責を受けたことに対し、昨日、平田参議院議長宛てに深く肝に銘じ、重く受け止めている、反省すべくは反省するとの回答を寄せられました。何をどのように深く肝に銘じ重く受け止めたのか、何を反省し、何を改め、これからどう行動されようとしているのか、今まで問責決議を受けた福田総理、麻生総理は次の国会でこの場に登壇されませんでした。他の閣僚も同様です。結果としてすべて行動で参議院の意思に対応されました。重要なのは単なる薄っぺらな言葉の繰り返しではなく行動です。この場で全参議院議員に対し誠実に具体的に説明すべきではないですか。にもかかわらずその責任さえ果たさず国会を召集しました。それ自体、参議院形式も甚だしい、円満な審議ができる環境を整えようともせずに、開会を強行した結果、当然のことながら、参議院での所信表明を拒否させるという、前代未聞の失態、憲政史上の汚点を招きました。そんな大失態を、自ら恥じる心さえ、失われたのですか。その誠実な対応が、結果として、党首会談で野田総理が解散に向けた条件の整備として協力を要請した公債特例法の成立、衆院の一票の格差の是正、社会保障国民会議早期設置を遅らせることになるのではありませんか。そもそも総理、それらの課題の解決を先延ばししてきたのは、むしろ政府与党ではありませんか。にもかかわらず、その責任をさらに野党に押し付けようとされる、こうした懸案でさえ、政権の延命のために利用としているとしか思いません。日本国憲法第66条第3項で、内閣は行政権の行使について、国会全体に対し連帯して責任を負うとされた内閣の長たる総理大臣の厳粛な責任をどう認識されているのですか。国政に対する責任よりも党内事情を優先し、政権の延命に汲々とする、
それこそが総理問責の理由であることにまだ気づかれないのですか。その一方で、厳しい局面にある経済状況を顧みず、本格的な補正予算の編成を先送りしました。臨時国会召集前のどさくさの中で、小手先だけの予備費活用の決定でごまかした。これが緊急事態に対処する責任を持つ政府がやるべきことですか。本来、与野党の信頼を回復させ、堂々と補正予算を編成すべきだったのではないですか。予備費による経済対策がはらむ大きな矛盾を指摘いたします。国費4000億円のうち、東日本大震災復興特別会計予備費1200億円は復興債が財源に充てられますが、残り2800億円はすべて一般会計、つまり特例公債が財源です。しかしこのうち2100億円以上が河川、港湾、道路をはじめとする公債発行対象経費なのです。補正予算が編成されれば、これらについては建設国債が発行でき、特例公債の発行を回避できたはずです。また家庭用燃料電池や次世代型省エネ設備補助の計400億円は本来エネルギー特別会計で行ってきた事業であり、これも補正予算が編成できれば特例公債の発行を回避できるものです。野田政権は公債特例法の成立の遅れを理由に執行を抑制しておきながら、姑息にも補正予算の回避を行ったために、発行しなくて済んだ赤字国債の対象を2500億円以上も増やし、11月末までに政府の財源が枯渇する事態を逆に早めている。体が弱っている人に効かないカンフル注射を打ちながら一方で首を絞めている。それが予備費を活用した野田内閣経済対策の実態ではないですか。さらに問題なのは地方財政の問題です。今回の予備費の経済対策、国費4000億円に対し地方負担が1700億円とされています。一方で野田政権は11月分の約4兆円の地方交付税の配分も見送っています。今般の経済対策の地方負担に見合った分は全額地方債を充当させるとしていますが、ただでさえ借入金負担の増える地方の財政にどう責任を持つのか、総理の見解を求めます。先月30日、平成25年度予算編成に関する政府与党の初会合が開催され、例年より1ヶ月早く11月中旬に基本方針をまとめることにしたとされています。しかし年度を通じて執行の責任を負えない来年度予算の編成に着手することは、もはや政権の延命、時間稼ぎと断じざるを得ません。そもそも平成21年9月に民主党政権が発足した際、約3兆円という大幅な予算の執行停止を行いました。その結果、リーマンショックから立ち直りつつあった我が国経済の腰折りを招いたことをお忘れされたのですか。来たる衆議院選挙で民主党政権は終わりを告げるのは誰の目から見ても明らかです。日本経済が予断を許さない状況にある中、予算の組み直しなどの事態を迎えれば、経済好転どころかさらに厳しい事態となることが予想されます。衆議院の代表質問に対し、野田総理はさも経済対策が解散を行う前の条件のように答弁されましたが、速やかに国民に信を問い、新政権で平成25年度予算編成、税制改正を行うことこそが我が国の最も必要な経済対策であります。さらに1月や2月に総選挙を先送りした場合、年末に閣議決定された予算案を新政権は次期通常国会でどう扱えというのですか。予算政府原案の廃案、年度内予算成立は絶望的という事態を招きかねないことに対し、野田総理はどのような責任を取ろうとされているのか、見解を伺いたい。原子力規制委員会の同意人事について、昨日与野党の対立が激しさを増しているので、この臨時国会でも見送るとの報道がなされました。
しかし本来全通常国会で行うべき同意人事を党内分裂を恐れいたずらに政局と結びつけたのは与党民主党自身ではないですか。この臨時国会で承認手続きを求めるのですか、それとも自ら収束宣言を昨年12月に行っておきながら例外規定を悪用し緊急時が続いているとして承認先送りをするのですか。明確にお答えください。野田総理、あなたは衆議院の本会議場で明日への責任と20回も繰り返されたようですね。しかし明日への責任と言われるならレームダック死にたいとなっている政権に終止符を打ち速やかに信を問うことこそあなたの明日への責任だと申し上げたい。合わせて本日実現した緊急質問については本来委員会質疑を活用すべきことが参議院の先例であることから本日の審議を深めるためにも予算委員会を早急に開催すべきことを与野党の皆様に訴えし私の質問といたします。内閣総理大臣野田佳彦君。公明党の浜田議員のご質問にお答えをしてまいります。最初に参議院問責の受け止めと今後の行動についてのお尋ねがございました。参議院において問責決議が可決されたことにつきましては深く肝に銘じ重く受け止めております。反省すべきはしっかりと反省し国政の諸課題に取り組んでまいりますので参議院におけるご審議をお願いを申し上げます。平田参議院議長に表明した私の気持ちは真摯に心から申し上げたものであります。まさに一員の医師として問責を受けましたことを深く肝に銘じ重く受け止め反省をしております。今後はこのような問責をいただかないように誠心誠意職務に努めてまいる所存です。本日は緊急質問という形でご審議をいただきこの演壇に立たせていただいておりますが引き続き喫緊の課題につきましてご審議を賜りたいと存じます。浜田議員から行動こそ重要であるとおっしゃっていただきました。内閣総理大臣として今後の行動におきまして無視の気持ちに徹し職務精霊に努めてまいる決意を改めて表明をいたします。次に所信への参議院の対応についてのご質問がございました。国会の召集にあたりましてはその円滑なる開会を目指し10月19日に三党党首会談を開催をしまた引き続き22日以降も会談を受け入れていただいた各政党とも党首会談を開催をし8月8日の党首会談における私の発言、臨時国会の意義などについてご説明をさせていただいたところであります。被災地の復興と福島の再生、あるいは特例公債法案や違憲状態の一票の格差の問題、3党で国民に約束をした国民会議設置の問題など、今回の臨時国会の意義につきまして、私の説明に至らぬところがあったとすれば、不徳のいたすところであります。問責をいただいたことを含め、私に対するご批判は真摯に受け止めさせていただきます。本日は緊急質問という形でご審議をいただきこの演壇に立たせていただいておりますがどうか引き続き喫緊の課題につきましてご審議をいただきますように改めてお願いを申し上げます。次に内閣総理大臣の責任についてのお尋ねがございました。特例公債法案一票の格差是正定数削減の問題3党で国民に約束した社会保障国民会議については本来政局と絡めることなくいずれも速やかに処理しなければならない案件と考えております。私は野党に対して責任を押し付けようという考えは持っておりません。行政府と立法府が協力して今解決しなければならないこれらの喫緊の課題に対処するべきことを申し上げているにすぎません。また参議院において問責決議が可決されたことは
先ほど来何度も申し上げてまいりましたが、深く肝に銘じ重く受け止めております。政権の延命に救急ともいたしておりません。次の政権の先送りもまた決められない政治を繰り返すことであり、決めるべきことは今決めることをお願いをしているのみであります。次に予備費の使用と補正予算についてのお尋ねがございました。我が国経済の再生に向けて切れ目のない政策対応を行うことは喫緊の課題であり、議員ご指摘の予備費はこうした状況を踏まえた経済対策の第一弾として執行抑制を行っている中でも支出が必要な緊要性の高い施策についてその使用を閣議決定したものであり、政府としてはこれに引き続き遅くとも今月中を目途に経済対策を決定することとしております。補正予算においては議員ご指摘のように建設国債の発行やエネルギー特化への活用といった対応も可能ですが、補正予算については特例公債法案の審議状況や経済対策の内容を踏まえた上でその時期や内容等について検討することとしており、その実現のためぜひとも御党にもお知恵をお借りしたいと考えております。次に地方財政の責任についてのお尋ねがございました。本年度の11月分の地方交付税については暫定的な対応として当面交付を見合わせることとしていますが、特例公債法案の規数を踏まえつつ対応することを考えております。また今回の一般会計の経済危機対応地域活性化予備費等の使用にあたっては地方団体において円滑に事業が実施できるよう地方負担額の全額について地方債を発行できることとした上で、その元利償還金に対し地方交付税により財政措置を講じることとしています。地方財政については極めて厳しい状況が続く中にあって必要な地方交付税総額を適切に確保するとともに、地方が安定的な財政運営を行えるよう一般財源総額を適切に確保してまいります。次に平成25年度予算編成についてのお尋ねがございました。予算編成については内閣の責任として年間のそれぞれの然るべき時期に必要な手順と準備を進めることが必要であり、これは過去のどの政権内閣においても同じであります。総選挙の時期についてはこれまで申し上げてきた通り環境整備した上で条件が整えばきちっと自分の判断をしていきたいと考えております。次に原子力規制委員会委員の国会同意人事についてのお尋ねがございました。政府としては先の通常国会にて原子力規制委員会の人事案について閣議決定し両議員の同意を求めましたが、通常国会においては同意を得ることができなかったため法の規定に基づき閉会中の9月19日に委員長及び委員を任命し原子力規制委員会が発足をいたしました。国会の閉会により同意を得ることができず閉会中に内閣総理大臣が任命した場合について法の規定については任命後最初の国会において両議員の事後の承認を得る、あるいは原子力緊急事態宣言がされており、その旨の通知が両議員になされたときにあっては原子力緊急事態宣言が解除された後速やかに両議員の承諾を得ることとされています。これは国会同意の重要性を踏まえつつも原子力緊急事態においてはその重大性に鑑み原子力規制組織に空白を生じる事態を避けるという観点から置かれている規定であり、この規定に基づき委員会に原子力規制を的確に実施していただくため本日両議員に対し緊急事態宣言がなされた旨の通知を行ったものであります。最後に明日への責任についてのお尋ねがございました。私たち政治家政党は現在に対してと同時に将来に対して責任を持たなくては日本という国の先行きが危ぶまれる、そうした危機感から今を生きる私たちに明日の安心をもたらし未来を生きる者たちに向けた明日の責任を果たすことを訴えました。政権に対するご批判は受けたまわりますが、経済の危機、国民生活の危機に際しまして政府への批判だけでは日本の危機は乗り越えられません。ぜひとも国会議員として政党として責任を共有していただきたくご協力をお願いをいたします。民意を問うということについては近いうちにとこれまで申し上げてきた通りであります。